はい、船橋市議会議員の朝倉と申します。私がこの東大の、農学部の方の出身で、本日東大のホームカミングデーという同窓会の集いで、私が住んでいた東大駒場寮の話をさせていただきます。でその前にせっかくだからキャンパス案内をさせていただこうかなと思っております。でまず、本郷三丁目の駅から歩いてきますと赤門に出ます。でこの赤門は第11代将軍の徳川家斉ですねの娘が、加賀藩の前田氏に嫁いだ時に建てられた門を東大が引き継いだ形であります。で、この赤門をそのまま通り過ぎていきますとだんだんと正門の方に近づいていきます。今赤門は、補修中ということですので、今立ち入れない形になってますが、いずれまた立ち入れる形になると思いますので、ぜひいらしてみてください。で、こちら側がの町並みは私がいた、40年前とあまり変わってなくて、昔のままの様子であります。で、この門より内側が東大の本郷のキャンパス内となっております。でついでですが、本日は2024年10月の19日ですので、衆議院選挙の真っ最中ということで選挙のポスター掲示板もあります。正門に近づいてきております。ここに私も時々使いました本郷郵便局がありまして、あります。それとここの通りは、本郷三丁目から今歩いてきたんですけど、お茶の水駅からバスが出てまして、バス停が赤門前というバス停、そして正門前というバス停があります。で、それぞれ赤門と正門の前に止まってくれるので、お茶の水からバスで行くと門の前に直接着くということもできます。お茶の水から巣鴨方面に行くバスですねに乗ってて、今ちょうどバスお茶の水に向かう方のバスが来ましたけど、巣鴨方面に行くバスの途中にこのキャンパスがあるという形です。はい、こちらが東大の正門です。で、今イチョウが非常に茂ってますので見えないんですけど、このイチョウ並木の突き当たりに安田講堂があります。今からご案内いたします。で、本日は2024年10月の19日で、東大の同窓会連合が主催する東大ホームカミングで、私も含む同窓生が集まる集いでありますので、さまざまなイベントが行われまして、その中の一つで私も話をさせていただくことになっております。それではこう出店がいろいろあるんですが、ちょっと人の少ないところでこちら側から通っていきたいなと思います。で、基本的にこの安田講堂の周辺には法学部系の建物と文学部系の建物が多いです。で、ここだけ工学部の、列品館という建物でありまして、基本的にはここら辺は法学部文学部エリアということになります。で、あちらに見えているのが中央図書館ですね。非常に蔵書数が多い図書館です。で、各学部ごとにも図書館がありますので、それらを合わせると相当の蔵書数を持ってまして、卒業生でも利用できますので、私も時々利用させていただいております。さて、ここです。そうですね、ちょっとこう一回くぐり抜けてからもう一回見てみますけど、ここが今日私も講演させていただきます法学部と文学部の教室が入っている法文1号館というところです。で、この法文1号館をくぐるアーケードなんですね。このアーケード自身が非常に素敵な作りですよね。で、さらにこのアーケードを一旦くぐり抜けて行きますと、もう一回振り返りますけれど、ここよりこ
西側になるのかな、西側が工学部のエリアです。理工系のエリアということになります。それでちょっと振り返ってみていただくとすごい素敵な風景ですので、ご覧ください。これは法学部と文学部の、建物につながるアーケードがずっとこの 道を挟んでさらにつながってるんですね。でこれがなんていうかな、奥行きが広い形になってますので、ここはあまり知られてないけど東大の中でも安田講堂に匹敵するぐらいの素晴らしい風景じゃないかなと思っております。はい、それでは戻っていきたいと思います。であと東大に入られる方じゃなくても、ぜひご一家ご活用いただきたいのがというところです。この一般掲示板にはさまざまな各学部の学問の先端の話で特に無料で参加できる、なおかつ学会社でも他大学生でも参加できる、このなんていうかな、枠の中のやつは学内向けの案内なんですが、露出しているポスターは、誰でも参加できる企画が多いですので、時々キャンパスにお利用いただいていくと他大学の学生さんでも、一般の方でも非常に役立つ、でなおかつ学術的な企画がありますのでぜひ見てみてください。さてそれではざっくり と、様子を映して、まあ、本日はホームカミングデーですのでいろんな出店が出ております。はい、これが安田講堂です。1968年69年の東大闘争の時に封鎖されて、でその、影響で私が入学した1981年から80年代はずっと機能停止をしておりまして、まあ、象徴としての建物はあるけど中は使えなかったわけです。でそれが私も正確に覚えてないんですが、まあ、2000年代の初頭かな、中が改修されて今はさまざまなイベントに使われております。それで、この安田講堂の前が広場になっておりまして、まあ、ここでかつてはさまざまな集会が開かれておりました。東大闘争の時もここが集会のメインの舞台になりました。で実は先日も東大の学費値上げが行われるということで反対する学生たちがここにテント村を作って抗議をして、まあ、なんていうかな、やっぱり東大というのは、学費が値上げられてしまうと金持ちだけの大学になってしまうと、低所得者が行けなくなってしまうんじゃないかという危惧で反対運動されてましたが、今はちょっと撤去されてしまっていますかね。でそういうことで、ここが広場の機能をずっと歴史的に果たしてきました。はい、今やっぱり潰されちゃったんだな、柵がありますもんね。集めたい。あ、そうかこれなかなか、さっき私が言いましたこの安田講堂前でテント村で学費値上げに抗議してた学生たちが、多分撤去されてしまったと思うんですけど、それに抗議をする意味を含めた建て看を建てております。で、やはりこう自らの主張をこういう建て看に、で表明するというのは私の時代からやれていたことで、まあこういう文化が今でも残っているというのは良いことだと思います。本日2時から、文学部の公文1号館の文学部315教室で、講演をさせていただきます東大駒場寮の同窓会の朝倉と申します。かつて駒場に駒場寮という寮がありまして、そこで102期の委員長を務めさせていただきました。で私が入学したのが1981年なんですが、1981年の3月3日と4日が 大学入試でありまして、大学入試は文系の人は駒場キャンパス で理系の人は本郷キャンパスで受ける形になります。で私が入った時代はすごい ある意味で激しい時代でありました。で東大闘争のようはもう終わってましたので、あの時のようなものすごく激しさではないんですが、非常に激しい時代の、ありました。というのは私が入試を受けた1981年の3月4日2日目の入試終わって、
その入試会場が出てきたらまさにこの場所で、当時の文学部学友会の人が、大演説をしてたんですね。それはあの東大の、あの処分制度ということに関して大論争がありまして、そのことに対して、演説をしてました。そして、まあ、その影響で私は社会問題、まあ、その影響だけじゃないですけどそういうこともありまして、まあ、入学以降、まあ、理系でのんぽりだったんですけどだんだん社会問題に目覚めて医療院長をさせていただく形になりました。それともう一つ、当時、1981年は春に東大の野球部が大躍進すると早稲田慶応に、2回連続勝ち点を取るという、赤門旋風というのがありましてその影響を受けまして応援部の方にも入りましたので、まあ、非常に、その意味では非常に充実した学生時代を送らせていただきましたので、そこら辺をまた語らせていただいて、駒場寮というのがどういう寮だったのか、その存在する意義がどういうところにあったのかを時代をいろいろ振り返りながらそして将来の皆様の、方向性にもヒントになるような話をさせていただきたいと思いますのでぜひ2時から、文学部の315教室においでいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。ではお待たせしました、本日はあの東大ホームカミングデーにお越しいただきありがとうございます、そしてホームカミングデーの数ある企画のうちからですね、この東大駒場寮同窓会の OB 講演会を選んで来てくださりまして、大変ありがとうございます。私は司会を務めさせていただきます駒場寮同窓会の事務局長をしております成瀬と言います。よろしくお願いします。まあ、コロナの時期を除いて、まあ、例年駒場寮同窓会では OB もしくは関係者を招いてですね講演をこのホームカミングデーの時に実施をしてまいりました。一昨年まで3年ぐらい続けてちょっとコロナの関係で中断を余儀なくされたんですが昨年再開をして昨年は泉房穂前明石市長を招いたわけです。で今回はですね、まあ、昨年来ていただいた泉さんより1学年上、まあ、何を隠そう私と同学年なんですけども1981年東大入学駒場寮入寮の、朝倉美希春さんをお招きして、講演をしていただこうということでございます。朝倉さんは、在寮中ですね、第102期の寮院長を、されましてで、まあ、卒業後まあ、予備校講師さらにはまあ、地方自治ということで、まあ、今日の、テーマはですね東大駒場寮の得難い体験そして予備校教育地方自治へというふうにつけさせていただいてますが、まあ、在留中の思い出も交えながらですね、まあ、その後の、人生にどう生かしてどういうことを今までやってきたかということを、まあ、思う存分語っていただきたいというふうに思います。それでは講演始めていきたいと思います。先ほどから、紹介しております朝倉さんに、マイクをバトンタッチして、始めたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただきました朝倉美希春と申します。本日はどうもよろしくお願いします。私の方から90分ぐらいお話をさせていただいて、それから質疑応答などがあれば、していきたいと思います。で私は1981年に東大にの理科一類に入学して同時に駒場寮に入寮いたしました。で、101期の広報部長を経て今首相も102期だそうですけど102期の寮院長をさせていただいて、いただきました。でその後卒業後は駿台予備校の生物科講師をしてその後、船橋議会議員をやっております。でこれが駒場寮の前景です。で昨年話していただいた泉さんは同世代でありましてまあ、これから画像にも出てきますけれど彼の
の話だったら別に駒場寮にこだわってなくてもどこから話していただいても面白いと思うんですけど、まあ、私は若干駒場寮のことを振り返りながら、私の、その後の取り組みを話させていただきたいと思います。それではちょっと座って話をさせていただきます。でまず、まあ、簡単な自己紹介、今言った通りですね、まあ、これが右左側が駒場寮での写真であり、右が今の市議会での写真であります。さて、本日何を話すかということを考えたんですが、実は2016年の11月の26日に東大の駒場祭でも学術企画講演で駒場寮から見た駒場の未来というのを、アップしてましたやりまして、それすでに YouTube にアップしてあります。でここでは、東大のコマバックという学生団体に呼ばれたこともあったとのと、コマバでのその目黒コマバのあの郵政の宿舎とか公務員宿舎が再開発をどうするのかという議論とか、まあ、かつてコマバ寮があった頃にはコマバ寮下の商店街が栄えていて、その商店街の人からコマバ寮があった頃は良かったという話を聞いたとか、コマバの街づくりに結構シフトしたあの要請がありましたので、そこら辺も踏まえて駒場寮と駒場の街づくりということに焦点を置いた講演をいたしましたので、ご関心のある方は、ぜひ、ご覧いただければと思います。で本日はまずは1番目に駒場寮の概要を話して懐かしんだ上で、2番目に私がいた1980年代前半の論争が大論争がありました。負担区分施設改善の大論争がありまして、まあ、泉房穂さんと同世代の思いを、共有していきたいと思います。それから駿台美校での取り組み、そして4番目に本日あの学生の方もおられると思うんですが、あのまあ駒場寮をできれば駒場寮的なものを復活させたいという希望は持ってるんですが、あのやはり駒場寮での体験、駒場寮での体験も含めて私もいろんな人生の分岐点で縁とか強い引き寄せとか選択をした場面がありまして、それがもしかしたらあの学生さんにはヒントになるかと思いまして、まあ、どちらに転んでも締めたという言葉があるんですけど、そういうような話をしていきたいと思います。それから私が特に取り組んでいる子どもの貧困と格差の対策の問題、そして船橋市政の話に最後まとめていきたいと思います。じゃあまず、私は今でも今週も市ヶ谷で市学部受験生向けの講演会の司会をさせていただき、それから先週は市立船橋高校で、地元の市立船橋高校で議会の出前講座もさせていただいて、まあ10代から20代の学生と結構今でもずっと付き合ってるんですね。だから自分が何とか19歳だと錯覚してるところもありまして、まあ、19歳の感覚が実は駒場寮時代以来ずっと残りながら生きているということで、まあ、だから大人になりきれないというところもあるんですけど、あの、まあ、そういうことでもしかしたら世代の橋渡しの役はできるんじゃないかなと思っております。で、論的さっきの成瀬さんと泉泉さんと私は同世代で、非常に、まあ、泉さんとは論的でありまして、それが育てられた、私を育てていただいたと思っております。さてその泉さんが創刊したのが98期の、寮院長だった泉さんが創刊したのがプアという雑誌です。お手元にプア の私が編集長だった時の、ものがあります。でプアというのは当時、まあ、学生の間でピアという雑誌があったんですね。これピアというのは今ネットだからネットで何でも手に入る時代だからこんなの考えられないんですけど、映画がどこで開かれてどういう映画が、あるか、どういうイベントがあるかというのがイベント情報雑誌だったんですね。でこれ非常に売れてました。で、それこのピアの流れが今チケットピアというかような形で残っておりますけど、このピアというのは当時の学生の一番のトレンドの雑誌だったんですけど、泉さんは寮院長になった時にこのピアを全く真似てプアという雑誌を、寮誌の名前につけたんです。それまでは、まあ、多分寮院会ニュースみたいな味気ない名前だったんですけど、プアという名前になった。でこのプアというのは、まあ、貧しいという言葉とピアをかけていた言葉で、非常にこう味わいある、センスのある言葉で、まあ、やっぱり彼はすごいセンスを持っているなとこの時感じました。でそれを引き継いだ形で、編集長をさせていただきました。さて今の駒場寮は、1980年代に左にあったんですけど、今は、まあ、こういう生協食堂などになっております。で跡地に少しだけモニュメントが残っている形です。でこれが在りし頃の駒場寮であります。
で駒場寮の外観は、まあ、こう伝が、伝わっているような甲子園のような感じでありまして、ここの中に私たち住んでいました。で寮の廊下は本当に、非常に長かったんですけど、トイレまでが相当遠かったんですが、まあ、この中で生活をしておりました。で、まあ、私応援部もやってたんで、学ラン着ていますけど、この、部屋の前にこういう、看板を掲げたりしてました。で寮の部屋の中では24畳で3人住んでましたので、まあ、結構広い部屋で、あの時々こうやって集まって、まあ、なんていうかな、おしゃべり会をしていたりしました。で寮の寮母の角野さんですね、角野さんのとのツーショットの写真もあります。で、寮の食堂はレフェックという食堂がありまして、まあ私が入った数年前に、寮委員会が管理する食堂から生協食堂に移管したんですけど、その生協食堂に移管した時に、まあ愛称をつけようという募集があったんですね。で私も応募したんですね。あのドイツ語を学んだばっかだったんで、食べるのの過去形かなんかでゲゲッセンというのを応募したんですが、なんか食べる時にゲゲッセンというのは縁起が悪いのか採用されずに、確かフランス語だったと思うんですけど、レフェックというのが採用されて愛称になりました。でこの寮の中では、食事をするとともにイベントを行われまして、1983年の時には、加藤登紀子さんのコンサートや、泉さんが主催した、これ左側、右側泉さんの写真ですけど、合コン100対100、あ100期祭ですね、駒場寮が100期を迎えたので100期祭ということで、男性100人と女性100人で合コンをしようというのを泉さんが考えて司会をしているところですね。そういうイベントスペースとして、ありました。さて、もうほとんどの方が寮生だと思うんですけど、あの寮生じゃない方もいらっしゃると思うので、あの少しだけおさらいをしておきますと、寮自治1980年代はだいたい400人の寮生がいました。駒場7000人の学生の中で、まあ、7% ぐらいが駒場寮に住んでいました。で 2,3 人の部屋で、24畳で蛍光灯2本で電気容量5アンペアということ。でこれが相当劣悪だったんですね。まあ、蛍光灯2本、24畳で蛍光灯2本というのは相当暗かったですし、電気容量5アンペアというのが一番困りまして、まあ、ポットとこたつを一緒につけるとブレーカーが飛ぶので、まあ、こたつを使うときにはポットは切ろうと、でポットを使うときに一旦こたつを切ろうというような生活をしてまして、それでも飛ぶことがあるので、だんだん寮生が、私もそうでしたけど、ブレーカーの補修に慣れてきまして、飛んでもすぐに自分で直して、あの危ない状態で使い続けるというのを やってまして、これをなんとか蛍光灯を4本、電気量15アンペアにしてほしいという要求をずっと大学当局にしてたというところです。それから一部の部屋は、まあ、サークルのクラスとかスクラス部屋になってまして、特に明瞭1階や応援部も含めていくつかのサークルスペースがありましたし、まあ、その本当は住んでいなきゃいけない部屋なんだけど、実際はサークルスペースとして使われているような部屋も若干あったりしました。で寮委員会は20人と書いたんですが、まあ、少ない時には10人ぐらいから20人ぐらいで400人の寮を回してました。であと年3回に4ヶ月任期で4・1を選挙があるんですね。だから選挙ばっかりやってたような印象があるんですけど、なんか4ヶ月すぐに次の選挙が来るんです。であとこれすごいシステムだと思って、駒場寮が世界に誇っていいシステムだと思うんですけど、2000禁止なんですね。つまり寮委員長になった人は次に選管委員長にならなきゃいけないので、あの 2回出れないんです。でそうすると必ず政権交代がすごい起こりやすいんですね。だからあの民主党が政権交代をした、まあ、その民主党が2回政権交代しましたよね。だから10年に1回ぐらい政権交代してるということですけど、駒場寮では4ヶ月に1回ぐらい政権交代が起こってまして、まあ、ある意味では政権交代が当たり前の世界に住んでまして、ある意味ではその意味では寮生の意見が変化したときにその都度違う委員長が生まれるということは民主主義の形として非常に良かったんじゃないかと思います。であとあの規約がきちんと作ってありまして、総代会という国会に相当する議決機関と、両委員会という執行機関内閣に相当するものと、懲罰委員会というものがきちんと三権分立の組織が作ってありました。で駒場寮規約という分厚い規約があって、まあ、あのその解釈をめぐって寮の総代会でお互い規約集を持ちながら大論争をするというような場面もありました。さてでまあ、これが私、まあ、部屋の何ていうかで写ってる写真はこれしか残ってないんですけど、あのこの寮の生活の写真ですね。
で、寮での生活に関心があるか、関心が、まあ、もう皆さん寮生が多いと思うんですけど、振り返りたい方は、駒場寮、東大駒場の愉快な仲間たちという番組があります。これも東大の資料室に載ってますので、見られますので、ぜひ、ご覧いただくとよろしいかなと思います。それで あと本としてはこういう、東大駒場寮物語という、寮院長もやりました松本博文さんが作った本がありまして、今日の話も少しこの本の中に出てきます。さて、ちょっと遡りますと、私が高校2年生の時にいろいろ人生の伏線が後で振り返ってみるとあったんですね。で、一つは私のいた愛知県立自習館高校高等学校というのは野球非常に弱かったんですが、たまたま高校2年生の時だけ 強いチームになりまして、なんとベスト8に行ったんですね。で、名古屋球場で刈谷高校との対決をしまして、雨の中でこう僅差の勝負をいたしました。結局負けてしまったんですが、その時に応援に行ったんですね、私名古屋球場に。で、雨の中で応援に行って、なんとその女の子と肩を組んで、応援ができたと、合法的に、女の子と肩を組めるのが応援席なんだということに分かりまして、非常に素晴らしい世界だなということが後に東大ウェブに入る一つのきっかけになったということですね。それから8月の某日で、はっきり覚えてないんですが、松本零士の原作の映画銀河鉄道999を見ました。で、なんと感動して立ち上がれなくて2回連続見て、それからもう1回見に行った、3回見たんです。で、当時はこれから画面も出てきますけど、ちょっと科学的な意味で感動したところもあったんですが、これが実は社会派の映画の側面もありまして、私が社会派になっていく一つの大きなきっかけになっております。それから9月の某日に、自習祭、自習館のお祭りに演劇作家の寺前修司さんという、この人いろんな場所で、活躍されてきてる人ですけど、明日のジョーの主題歌をサンドバッグに浮かんで消えるというあれを書いた人ですね。で、この方の講演を聞きまして、この人が、とにかく人のコピーでない人生を歩みなさいというふうに言ったんですね。で、それが印象に残ってまして、そうなったかなというふうに今思っております。で、9月の自習祭以降、やはり東大に入ろうと思いまして、高2の9月から、そのためにはとにかく日々勉強しなきゃいけないと思って、1日最低2時間だったか 1.5 時間というノルマを決めて、とにかく毎日勉強するんだという生活習慣を身につけまして、それが東大に入れるきっかけは大きな動力になったかなと思います。で、今でも実は生活習慣重要だということは思ってまして、今でも、私市議会議員やってるんですけど、1日に最低200ポスティングというのをポストに議会報告を届けるというのをもうノルマにしてまして、もう2年ぐらいやってるんですけど、今日も朝やってきた上で来ましたけど、そういう、ノルマを自己ノルマをつけると、非常にいいかなというふうに思ってます。で、先ほど言った1979年の、銀河鉄道999は、実は、私が東大の理科一流を目指したきっかけにもなったんですけど、宇宙を目指す話ですよね。ただ同時に格差社会のことを描いてるんですね。メガロポリスの、たもとで、スラムで住んでいた一人の少年星野哲郎が母を殺されて、その母の殺された復讐のために機械帝国を破壊したいと思って銀河鉄道に乗っていくと、最初は機械帝国を破壊する目的じゃなくて、自分自身が機械の体に なりたいと思ってたんですけど、やがてはその、破壊する方に、舵を切っていくという話がありまして、この格差社会が描かれていたのが、後の話もつながってくるかなと思います。で、だから松本先生が亡くなられた時には大泉学園に喧嘩に行きましたし、今でもこのパン明日の城と銀河鉄道999のパンフレットは持っております。で、松本零士ファンだったんで、種子島の航空宇宙研究所に行ってロケットを飛ばしたいと思ってたんですね。そういうだから宇宙少年みたいに星空をずっと見てきてという、動機ではなくて、アニメの動機で、理科一類に行ったんです。そうしたらちょうど先日、他の方が飛ばしてくれたんで、私が飛ばさなくてよかったかなというふうに思ってるんですけど、そういうことで理科一類に行ったんです。で、ところが入試の日がこうすごい日だったんですね。で、
まあ、実はあの私たちの世代に非常に有名な本で東大一直線というのの続版で東大快進撃というのがあります。でこの東大快進撃というのはあの東大通るという、本当は全然あのできない人が東大を目指す話なんですけど、その東大快進撃の3が東大に入る場面がありまして、その最後の場面が非常に印象的で、東大に結局合格した東大通るとそれから合格できなかった現役勝がそこの安田講堂の上に東大通るを登り、現役勝があの下にいて、その怨念でこう安田講堂がなんか変になるというような場面で終わるんですけど、非常に今でも読んでもすごい迫力のある作品です。で実はこれご存知かもしれませんけど、この入学年度が昭和56年東京大学二次学力試験会場、つまり同学年なんですね東大通ると。 でもちょっと私会ったことないんで、文一なはずなんで、文一の方知ってますか、どれか東大通るいるはずなんですけど、神宮でも会ったことないですよね。まあどっかに同学年いたはずです。で駒場ではこういう東大通るが受験してた、ところが本郷では理系は本郷で受験するんです。で今日もその、私が3月4 3日と4日に、入試を受けた道を通ってきたんですが、すごい、時代だったんです。というか東大闘争から12年経ってましたので、まあ、東大闘争のようなずっとキャンパスが封鎖されているような話はなかったんですが、なんと3月3日の、入試の朝に文学部学友会という人たちが正門で入試の受験生にビラを撒いてたんですね。でその内容がすごいビラで、ゲバルト職員があの学生を殴って、処分制度を決めたと、非常に問題だと、処分制度反対ということで、すごい激しいおどろおどしい文字のビラが撒かれまして、私はそれを受け取ったんですね。で後にいろんな駒場町での活動してる人を見ると、活動してる人はみんな受け取ってるんで、成瀬さんなんかも受け取ってみたいなんで、相当インパクトが強かったんです。でなぜ文学部学友会の人が受験生なんかに撒いたのかというと、なんか 2月24日に後で話します処分制度というのが決まったんですけど、それからちょうど1週間ぐらいしか経ってないんですね。だから怒りがまだ浸透だったんです。だから、学生もあんまり投稿してないから、受験生にでも撒くかということで撒いたと思うんですけど、撒いたんですね。それを受け取った。で、その印象が残ってまして、3月4日に2日目の試験が終わって、私まあ自慢話になっちゃいますけど、数学は模試の段階では、まあ、2巻に6問あって2問半回答すると何ていうか合格すると言われたんですけど、模試では2問半ギリギリいったんですけど、本番では結構強くて 3巻半取ったんですね。3.5 取ったと。でこれ受かると思って、まあ、受かる感触を持ちながら、そこのちょうどここら辺が受験会場だったと、法文1号館だったと思うんですけど、法文1号館から外に出たら、文学部学友会の人が大アジテーションしてるんですね、まあ、処分制度のことで。私はこうその3日にビラを受け取ったこともありまして、印象に残ってたもんですか、その文学部学友会のその未調並木というの大演説をずっと10分間聞いてたんです。私一人だけですね、聞いてたのだからまあそうしたら、演説終わったから話しかけてくれるかなと思ったら、話しかけずに帰っちゃうんですねせっかく受験生が関心持って10分間も演説聞いたのに、何も話しかけずに帰るのかよと思ってたら、まあ後で話をしますけど、別の流れの人がその後にか話しかけてきたので、そっちに行ったという話になりまして、まあこれも一つのご縁かなと思ってます。さて今の話なんですが、若干オブラートに包んでいる部分もありますが、1968年の東大闘争の時に実は学生の中で非常に対立がありました。でその対立が、当時の14の自治会の拮抗状態として1981年代には残ってました。
で一つの意見が全校選員自治系といいまして民主化行動委員会と東大闘争の時に言ってたんですが、あの学生院生職員が、3社が、協力して自治を作っていくんだと。教授会だけが独走するのは良くないけど学生参加をして、東大全体自治を作っていこうという考え方。それに対して全共闘系はもう教授は非常に問題だと、だからもう教授を排除して、むしろ学生で自主管理していくんだという考え方がありまして、その2つの考え方がその後12年間ぐらいずっと受け継がれてまして、その中で、まあ、この赤が自主管理派系ですね、全共闘系、文学部、教養学科、農学部、医学部で残りがまあ大体全校選自主系で、そういう対立関係がありまして、14学部がこういう拮抗状態にありまして、この拮抗状態を、まあ、その時々バランスが崩れるんですね。この学部がこっちにひっくり返ったりする、政権交代が起こったりするんで、まあ、それを常に把握するためにこの14学部をこうすぐに言えるようになってまして、まあ、JELP ラムダ STPI AMHI NW というんですけど、今でも全部頭文字で14を言えるというのは、まあ、生活習慣の一つかなと思ってます。さて、でそういう、東大闘争の歴史は実は、ちょっと時代を経まして、今東大の、組織自身が、まあ、一つの大学の歴史として、まあ、きちんと記録しなきゃいけないということで、今東大の資料室の中に、その NHK が作った東大全共闘26年後の証言というのが載っておりますので、もし関心がある方がおられましたらご覧いただければと思います。で先日も、まあ今の学生でもそういう意思を持っている人がいるということで、学費値上げのテント村が安田講堂の前に開かれたりしました。さてこの東大闘争の時に東大の10項目確認書というのが締結されまして、三者構成自治なんだということと、それとちょっと今の時代と違うので当時の認識として捉えてほしいんですけど、この例えば3番ですね、大学当局は大学における研究が資本の 論理だったかな、論理に奉仕するという意味では産学共同を否定するものであるということを確認するということで、今で言うと大学はむしろ企業と協力して企業を呼び込んで、まあ、企業と一緒になんかやっていこうというのが、まあ、トレンドというか普通の流れですよね。でも当時はなぜこういうのがあったかというと公害問題があったからです。で1960年代70年代はやはり、公害問題が起こったので公害の加害者に、企業がなっていったと。で そこでその企業側に立つのは良いことなのかという問題提起が、まあ、特に工学部のウィジュンさんという人が公害自主講座公害言論というのをやったこともありまして、そういうような批判があったのでこういうのが、学生と大学の合意事項の中に入ってくるということになります。ということで、まあ、簡単に言うと、学生が参加をして大学の自治の中には学生が参加していくんだという方向性がこの10項目確認書で確立されたと。でそれと処分制度なんですけど、医学部東大闘争の時に医学部の学生を、研修医のなんていうかな、待遇が不十分だということを改善しようという運動をしていた医学部の学生を処分したんですね。退学処分したと。でその中にその、争いの現場にいなかった人がいたんです。でそれで冤罪ではないかという話があって、それが東大闘争のきっかけの大きくなったんです。ということで学生を処分すると非常に揉めるということを東大は、まあ、この東大闘争を通じて、まあ、なんていうかな、強く思ったこともありまして、処分制度というのは作ってなかったんですね。ところが、ある事件が起こったんですね。これは今ちょうど今日来たら、今度東大150周年事業をするということで、あ、すでに50年経ったんだなと思ったんですけど、私が入った1981年の少し前ぐらいから東大の100年の記念事業をしようと、そしてその100年の記念事業をする中にその寄付を集めて、まあ、100年記念館というのを建てようと、まあ、それ100年記念館結果的にはそこのグランド中心になったんですけど、そういうふうにしていこうという動きがありました、東大の、当局の方は。それに対して民主化行動委員会系は、まあ、今で言うと当たり前のことですけど、東大の100年にはいいところも悪いところもあるという発言したんですね。
で、ところが全教頭系は東大の100年はもう犯罪的であると、反100年だということで言ったんです。で、今で言うとこう上の方が常識的ですよね。いいとこもあれば悪いとこもあると。ところが当時の学生の雰囲気の中では特に文学部系の学生は上のような言い方は甘っちょろいと、やはり反100年じゃないといけないというような雰囲気がありまして、それである事件が起こった。そこに綺麗なアーケードが ここの前にありますけど、文のアーケードのところを、まあ、民主化行動委員会系の学生が、まあ、あるデモをして起こったと、通っている時にその全教頭系の方が挑発をしまして、小競り合いが起こったんですね。で、その小競り合いが起こった時にそれは民主化行動委員会系の方がなんというかな、暴力を振るったんだというキャンペーンが張られまして、文学校部が全教頭系に政権交代するんですね。それで420文アーケード事件というんですけど、この事件が起こって文学部がの学友会が全教頭系になった時に、まあある論理で文学部長室に、なんていうか待機するんですね。まあ、つまり文学部長室と面会をしたいと、文学部長と話をしたいと、でそのために文学部長室で待っていたんだという論理で文学部長室を占拠したんですね。で占拠した時になんか失火したんですね。火を出してしまったと。でこれで東大当局の方がまあ、選挙までは黙認してたけど火を出してしまったらやっぱり問題だろうと、やっぱり学生の処分制度を作るべきじゃないかということで処分制度を作る検討が始まりまして、それで、反対もあったんですが1981年の2月24日に処分制度を決定したんです。でその時にさっき言ったゲバルト職員というの話もありまして、そういうのビラが巻かれたという経過で、こういう歴史のもとにさっきのような出来事があったということですね。でそういうことで、当時の大学の中にはこういうような立て感がありまして、こういう公開討論会も開かれてまして、その雰囲気が残っておりました。さて、これはさっき言ったことですね。でもう一つ、先ほどから言ってます私がもう一つやったのが応援部だったんですけど、私最初陸上部に入ったんですね。やっぱり受験勉強で体がなまってたからちょっと体を動かしたいというふうに思ってまして、まあ走るのがいいだろうということで陸上部に入ったんです。で陸上部というのは、まあ、この中に陸上部の方がいたら申し訳ないんですけど非常に民主的です。非常にこうエレガントで、あなたのペースに合わせて走りなさいと、自主的に走ってくださいと言うんですね。そうすると人間ってその自主的に走ってくださいと言われたら怠けるじゃないですか。まあ一応何日か練習に参加しましたけど、これは私怠けるなと思ってた時に、東大が野球部、まあ今日も野球部いらっしゃってますけど、応援部の方も来ていらっしゃってますけど、なんかその年たまたま、今キャスターになってます大越さんとかもういらっしゃいまして、非常に強い時期がありまして、1980年代の春に神宮で早稲田と慶応に連続勝ち点を取るということがありました。でその早稲田と慶応が連続勝ち点をと、に対して連続勝ち点を取った時に応援部が駒場寮にストームをかけたんですね。ストームというのは、寮の部屋でこう嵐のようにこう暴れまくるということで、これちょっと問題になったんですので、ストーム禁止になったんですけど、まあ早稲田慶応に2連覇したんだからストームやっていいだろうという論理だったのかとにかく応援部が駒場寮の部屋、全1階から3階までを歩き回りまして、でなおかつ刺激的なことにチアが来たんですね。でミニスカートでね、寮の廊下を歩き回ったんですよ。で私感動しましてそのストームについていって、最後の北陵前でなんかただ一つという歌を歌うんですね。でそれただ一つ歌ってやめちゃったんですね。でそして私不満だったんです。というのは
さっき愛知県立自主眼高校ということで、9月の話をしましたけど、あの自習祭の時にストームというのをやってまして、自習館ではその中にいろんな歌を歌うというのが、三河男児の歌とかいろんなのがあったんですけど、そのうちの一つが一行涼歌を歌ってたんです。だから私はそのああ玉杯に花受けてっていうのを知ってたんですね。だから東大だから当然一行涼歌を歌うだろうと思ってたところ、応援部の人が一行涼歌を歌わずに終わっちゃったので不満で、その場で一行涼歌を歌わないとは何事かと、あの一行涼歌を私が歌うからみんなで歌いましょうって言って歌ったんですね。そうしたら応援部の、今日もいらっしゃってましたけど、牧本さんという人がいまして、私の1年学の家に目をつけられまして、こいつは有望だと目をつけられたのか、その後会うたびに応援部に入れ応援部に入れというふうに言うんですね。ということで、牧本さんに目をつけられまして、何回も勧誘されて、さっきの陸上部の自主的なエレガントな、あの自主的に練習してくださいというの、体が多分怠けるだろうなと思ってきて、スパルタの方に行った方がいいというふうに思いまして、応援部に入って、まあ、あのそのつながりが今でも続いているということで、まあ、応援部の方は今もあのずっと元気にあの活躍してますので、時々 OB 訪問が来たりします。でチアも OB 訪問に来てくれたりしまして、OB 訪問に来てくれた人うちの一人が今大野市長になって、石山さんという方ですね、で活躍されてますし、結構応援部野球部関係は大磯町長になった池田さんとか、松本市の副市長の宮本信さん、この方は寮生でもありましたけど、もういまして、一部自民党の参議院議員、衆議院議員もいますということで、結構こちらのつながりも、まあ、あの今は非常にいざという時に役立つかなと思っております。さて、いよいよ、コアなあの寮費値上げの問題の話にいたしますと、1980年までの寮費は1ヶ月2100円でした。これ、今の時代からすると非常に驚かれるわけですけど、国庫納入金が100円と、まあ、寮自治会費が2000円取られてたんですけど、2000円の内訳は寮風呂のボイラーと重油に200円で、寮自治会の運営費が1800円ということだったんですね。ところが、文部科学省、今の文部省ですね、文部省が、寮のうち水光熱費は、寮生に払わせるべきだという考え方を持ってまして、それを受けて学部側が、あの水光熱費3500円を寮生の負担にしようとしろというようなことを提案してきたんですね。でその提案の時に、寮院長をさせていただいたのが私です。でお手元にあるのが、その1984年の3月19日の断交の時の様子の資料です。でその断交の結果、ある合意を結んで、負担増を応じる代わりに、あの水耕、まあさっき言った寮施設の電気容量3倍化照明倍化を実現しましょうという合意を結ぶわけですけど、ちょっと寮の歴史を振り返ってますと、寮は1980年代から60年代から80年代はもともと寮というのは本当に自由な空間だったんです。戦後は特に、戦後の民主化の中で自由な空間として寮ができたと。最初もう本当に、まあ、寮費も非常に安くて、なおかつ自由な空間で管理もなかったんですが、文部省の方がだんだんとやっぱりそうすると、寮が学生運動の拠点になるということで、丸換気というのを作りなさいと、丸々大学管理運営規則というのをきちんと作りなさいと、ひな形を作って、これを、こういうのを作りなさいって言ったんですね。で当時の寮生たちは反発をしまして、大学が一律、文部科学省が一律に押し付けてるのは、何々管理運営規則なんていうのを作るのはけしからんということで丸換気に反対したんです。でも今またマンションの管理組合の理事長もやってるんですけど、国土交通省が出してますマンション標準管理規約に準拠して、まあ少し独自性を残しながらこの前規約改正しましたので、まあ今は大人になったなと思うんですけど、まあ当時の寮生は当然丸換気に反対と、あと 2.18 負担区分通達がさっき言った水耕熱費では寮生には支払ってくださいということですね。それから新規隔離、新しい寮を作るときにはもう集団部屋じゃなくて個室でメーターをつけて、
まあ、やりましょうという話になったんです。それで1990年代以降は実は量地震を減らす方向になりました。個室のアパート志向が強くなったし、まあ、当時は高所得化が進んだということもありまして、まあ、進んだと認識されてたところもありまして、まあ、給料を廃止するとともに診療は立てないと、まあ、立てるとしてもその個室メーターの新規学料だと。あと大きかったのは看護学校の寮です。看護学校が、まあ、本日も東京大学の中にも看護学校の寮があって、看護学校の寮から看護学校から応援部のチアにもなってたりしたんですけど、その看護学校が3年生の看護学校が撤退して4年生の看護大学になる流れになりました。その時に4年生の看護大学になった時に寮はまあ大体作らないという方向になりました。で、看護学校の寮がなくなると女の子が減りますので、まあ、まあ、当時東京都領事会連合とか全国領事会連合とかに行くと、その看護学校系の女の子がいっぱいいるので楽しかったんですけど、そういう女の子がだんだん減ってきたこともありまして、今全寮連と全寮連はもう、まあ、崩壊しちゃったんですけど、まあ、だんだんと寮自身が減っていく方向になりました。まあ、ただ今は逆に子どもの貧困問題とか学生の貧困問題がありますので、一部で寮建設をしようとしたり、まあ、寮まで行かなくてもシェアハウスを認定しようというような動きがあります。さて、じゃあ大筋の1979年からの話に戻しますと、1982年の1月25日に成瀬さんが寮院長だった時にある合意を結びました。まあ、つまり、会計計算院とか文部省が言っている一律の水耕熱水負担区分は問題だけど、小回りを独自にきちんと話し合って合意できるんだったら、負担形式だったらいいんじゃないかという合意を学部と結んだんですね。だからこの、合意はまあ実質保護にされまして、1982年の11月に泉房穂さんが寮院長になります。で、彼はもう入学当時から目立ってまして、まあ、最初に、82年の4月に入学したんですが、もう7月ぐらいに当時侵略を進出と置き換えるというような教科書の表現の改定があって、それはけしからん、やっぱり侵略という表現にすべきだということを署名運動だとは面白くないので、母音運動ということで、こう母音をもう今から考えると母音の方がハードが高いんじゃないかと思うんですけど、まあ、母音運動というのを始めまして、まあ、泉さんが始めた母音運動というのは結構有名だったんですけど、そういうことで学生の中でも目立った上で、いよいよ、まあ、彼がもともと考えていたみたいなんですが、寮院長に立候補するということになりました。で、今までの流れと全く違う、ところが出てきましたので、ちょっと対立候補もいたんですけど、泉さんが本当にキャラクターで圧勝しまして、その圧勝した後の、総大会で負担図は絶対に許さないという決議が上がります。1983年にそれで、2つの意見に分かれてきます。つまり、負担図を絶対反対という意見と、絶対反対派と、いやある程度負担は、飲んでもいいと、その代わり療養施設も改善させるし、まあ、その、負担額をできるだけ減らす交渉をすべきだという条件派ですね、ということに分かれていきます。で、この条件派と絶対反対派で、まあ、98期から103期ぐらいまではこう1期ずつこう1回だけ連続したことがあったんですけど、政権交代が起こるというような激しい攻め合いが起こっていく形になります。それで1983年の7月には、でも負担増応じないんだったら学部からもう新入寮生募集も停止しますよというのがありまして、それで合意派の、まあ、委員長が83年の1月に101期になって、そしてその合意派の委員長の下で合意のための四字案署名というのが集まりまして、集まりました。しかしその四字案という段階ではまとまらずに、時間切れに一応83年の12月目にまでに決めなさいというのが学部の期限だったんで、期限切れをして学部は期限を守らなかったんで、もう交渉はしないということになりまして、個人宛に請求書を送ってきたんですね。つまり一人一人に学部が示したその当初の金額案そのものの請求書を送ってきたんです。で、それで今後どうしようかというところで寮院長選挙になりました。
で私がその時に立候補して、まあ、私は条件派の方ですね、 ある程度負担認めてもいいから合意結ぶべきの方だったんですけど、反対派の方との、まあ、泉さん本人じゃなくて泉さんがまあ応援した人の方ですけど、争いになりまして、まあ、これが、2月6日に最初の選挙を行いまして113対113という同点決戦になりまして、再選挙で2月の10日に113対115で私が両院長になるということですね。これ2票差で勝ったんです。でこの勝ったのはまあ裏話ですけど、12時なんですね、投票箱の締め切りが12時です。で拮抗していることを分かってたので、私東大の駒場東大前という駅がありまして、そこから駒場寮に帰ってくる人がきっといるに違いないということで、11時ぐらいから12時ぐらいまで立て看板を直すふりをしてずっと待ってたんですね。そうしたら11時45分ぐらいに知ってる柔道部2人が酒に酔って帰ってきたんですね。で酒に酔ってて千鳥足なんだけど、まあ、とにかく投票に行ってくれということで、投票所に行ってもらったらその2票で勝ったということでありまして、まあ私が両院長に なりました。でその後に、まあ、私が両院長になったぐらいですから、まあ、合意を取る方がだんだん多数になっていくんですが、さすがにその反対派の方もいろいろ考えるもので条件を出す提案をしてきたんですね。なかなかいい案だと思うんですけど、 2.1 足負担区分通達違反ではないことを学部に明記させようと、もし合意を結んでもいいけれど、こういう上限をクリアしましょうということ。そうすると普通の学生は 2.18 負担区分通達は良くないものなので、一律の基準なので、それではなくて独自の基準であるということを明記させましょうということはいいことだから、合意にも賛成するんだけど同時にこの提案にも賛成するんですね。でそうするとこれすごい足かせになるんです。つまり学部側はそんなに簡単にこういう文書に明記をすることはないんですね。でそうするとこれ実質反対、なんていうかな、合意が結べないということになる条件でありまして、非常に苦労しました。さすがいろいろ考えるもんだなと思いました。でそれでいろんな折衝をした上で、最終的に3月19日に団体交渉で合意書を、合意書の仮調印を行って、総代会で発議して批准投票をして、合意書が本調印されまして、一応この問題決着がついたんです。ところがやっぱり選挙というのはなんていうかな、まあ水物だということがよく分かったことなんですけど、一応勝った側ですね、合意も取って両院長選挙にも勝ったし、合意も取ってきちんとこの問題解決させたと。でそうするとその実績を強調すれば、次の私自身じゃなくて私の、まあ、推したというと選管委員長だから公然と合わせないんですけど、一応内心で推した人が、成果をその102期の成果を強調すれば103期は通るんじゃないかと思ってたんですが、103期をなんていうかな、この、ま、全体反対派の方はもうこれは負けたんだからもう切り替えようと、だったら、もう未来志向で新しい寮生を引きつけようということで、もうこの問題もむしろ触れずに、寮を新しく作っていこうというようなスローガンで出てきた方がおられまして、実はそっちの方が圧勝したんですね。まあ、なんかイギリスが、チャーチルだったっけ、チャーチルが戦争の主導をして頑張ったんだけど、戦争が終わったらチャーチルの後継者は負けてという話があったと思うんです。それに近いものを感じまして、合意、まあ、そういうことがありました。で、まあ、とにかく97期から107期ぐらいまではいろんな政権交代が起こってました。まあ、これが合意書の締結の場面ですね。で合意書の中にはまあ、ちょっと文字が小さいんですけど、やはり今回の事態の反省点として、特に合意書の実施事項の、3ですね、寮生活に重大な関わりを持つ問題について大学の公的な意思表明があるときには
第8委員会は、第8委員会というのは学領委員会は、行政の意見を十分に把握検討して事前に大学の書記官に反映させるように努力すると、まあ、つまり 2.18 不完タンク部通達が会計検査への指摘にすぐに答えてしまって寮生に聞かずに寮費値上げを決めたのが大元で問題だから、きちんと事前に話を聞けという3番の条項を入れたというのが、まあ、この合意を取った時の一つの成果だと思います。で、2番がこう苦肉の策なんですけど、さっき言ったあの、条件がありましたね、 2.18 不完部通達に、ではないことを明記させなさいという条文に対して、まあ、これ本当に憲法9条の議論にも似てるんですが、合意書には、第1項に準ずる議論の中で、両院会側水耕熱水の負担区分はいわゆる 2.18 負担区分通達を前提すべきでないと主張し、第8委員会側はそれが駒場寮独自の方式に基づくものであることを強調したということで、両論併記ですね。だから両論併記ですから合意になってないし、学部の方はまあ、逃げてるんですけど、まあ、私はこれをもってあの条件を乱したと強弁したんですねそうしないとまとまらないので、まあ、なんていうかな、苦肉の策で2番を持ってあの条件を満たしたというふうに強弁をしまして、まあ乗り切ったというかということです。はい、ということでまとめますと、1983年までは2100年だったものが水耕熱費3500円の、値上げ提案されました。で、いろんなその後の交渉の中で合意は認めるけれどできるだけ下げなさいということでいろんなことを言いました。例えば、洗濯とか水道があるんですね。で、その時に両替線も使っているの、確かにあの部活がやってる両替線も使っているということで、洗濯とか の、あの水は両替線も使ってるはずだから寮生負担分をだけにするのはおかしいという論理で、私の寮委員会のある人が図書館に行きまして、最低限度 の、あの人間が生きていくための水分必要量というのを調べてきまして、この最低限度の水分必要量で寮生は生活していると計算させなさいということで言って、学部もそれは認めまして、まあ、水道代については結構下げさせたと。で、あと寮の、その寮の光熱費の方も寮員会の部屋とか、まあ、公的な部屋は全て、これは公的なもんだから学部が負担しなさいということをやって減らすことで、まあ、3500円提案を2612円、まあ、これは今でも値段覚えてるので2612円まで値下げをさせた上で、まあ、合意も進みました。で、そうは言っても今まで200円しか負担してなかった、自由防ライダー200円しか負担してなかったものが2600円12円負担になりますので2400円値上がりになるので、それをそのまま2100円にかぶせたら4400円ぐらいですねになるので、ちょっと切り詰めて領自治会費を切り詰めて3500円にしたんです。だから相当領自治会費を切り詰めた、900円ぐらいにしちゃったんですね、今まで1800円だったのということで、無理があったのか後に4000円程度に若干戻しました。まあ、そうは言っても今の学生からすると2100円を4000円に月に値上げするだけで、5年間ぐらい論争してたわけですから、もう今の学生からすると信じられないかと思いますけど、その お金にこだわってたというよりも理念にこだわってたということだと思います。だって東大生ですから、あのバイトをすれば、家庭教師のバイトをすれば多分月に2000円ぐらいはすぐに稼げるんですね。ということで言うと、まあ、このお金そのものというよりもやはり、寮生の負担はできるだけ少なくして、低所得者でも大学に来れるような教育の機会均等を守るようにしようというのが理念としてあったんじゃないかなと思います。あったと思います。それで、あとはあのもう一つの懸念だった蛍光灯は4本になり、電気容量も15アンペアになってポットが飛ぶようなこともなくなりました。それでその後いろいろあったんですが、あのまあいろいろあったんですが結果的に廃寮になりました。時間の関係で省略します。それで寮の部屋の様子ですが、これあの廃寮になる直前の様子なんですが、
ピンク部屋というのが一時期作られまして、幾何学模様の、まあ、部屋ですね。でこれは廃寮のになるのが8月の22日なんですけど、その、数日前に最後国会議員を3人駒場寮に、お呼びして、国会議員を交えて、学部と交渉するという設定を私が手伝ってしたもので、私の子供も連れてって、まあこれが最後になるだろうと思って撮影したのが、最後になりまして、強制執行されまして、駒場寮は廃寮になりました。で本当は1985年から2001年までの廃寮のプロセスとか、それに頑張って抵抗した寮生の話はぜひまたこの場で どなたかが話していただければ、私も OB として試案をしてました、試案したからざっくりした経過は知ってるんですが、そこら辺の思いはやっぱり当事者が語っていただいた方がいいと思いますので、まあ、5年半の抵抗の上駒場寮廃寮になりました。それで駒場寮廃寮になったけど、まあ、寂しくなったんだけど、まあ、私が駒場寮だと、私自身が駒場寮だと、その精神を引き継いで生きていこうということで、活動をすることにいたしました。で本は、まあ、今ずっと駒場の話だったんですが、東大は2年生、1、2年生が駒場で3、4年生が本郷とか弥生なんですけど、まあ、私さすがに駒場に4年間いたぐらいですから、駒場はそういう活動もあったし応援部もあったから、まあ、ほとんどあまり勉強してなかったんですが、本郷に行って、本郷というか弥生に行ってから少しは勉強しまして、生物教師を目指し、まあ、これ、研究してる時の様子ですね。それで、その後駿台の市ヶ谷校に、行きまして、生物科の講師になりまして、ここが実は最も人生の中で長く関わり続けている場所になります。35年ぐらい関わり続けている場所になりました。でそこでは普通の授業のほかにランチタイムレクチャーという、特別講座もやってまして、あとはカレーライスを食べる会とか、高尾山プラナリア館、これコロナ前ですけど、こういうのやり、まあ個人情報保護法がうるさくなかった時代にこういうの企画もやってまして、一つなんていうかな、勉強するだけでないような形もしました。でそういうランチタイムの講演会もして、いろんな人の話を聞いたりしました。まあ応援のエールを切ったこともあります。それで市ヶ谷校に何年も勤めてると、元生徒が今度は医者になって講師になって話していただいたりする場面も、ありました。それで、最後に議員活動の話に行きますが、結構な時間ですね。最後の議員活動の話に行きますが、1999年から私船橋市議会議員になりまして、無党派でなりました。で基本的にそれ以降、6回の選挙を、勝ち抜いて、ずっと市議会議員を今22年目ということにさせていただいてるんですが、1回だけちょっと落ちたことがありまして、2003年から2007年に議員を浪人した時があります。でその時にたまたまこの2003年から2007年の間に起こった出来事が2つありまして、1つは、初めてでその転居したマンションで管理組合の理事長になったことですね。それともう一つが、ちょうどこの2003年から2007年にヒトゲノムの、完全解読というのがありまして、生物学の原理がゲノム解読をもとに、再構成されるという時期でありまして、まあ、ある意味では生物学をもう一回学び直す機会になったと。それから、管理組合理事長としての仕事もさせていただいたりししたというので、浪人したことも、ある意味では良かったことかなと思ってます。で私が住んでる、寮じゃなくてマンションはコスモザパークス船橋というんですけど、なんと言葉の中に駒場が入ってるんですね。ということで駒場のご縁がここにも続いてるかなという感じですね。それで、市議の活動と予備校講師の活動が重なる世界で、子どもの貧困という問題も重なる世界で、学習サポートの話をさせていただきます。私 の配布プリントの中にも、その新聞記事がいくつかあるんですが、子どもの貧困という言葉が強調されてきたのは2015年ぐらいからです。子どもの貧困対策基本法もそこら辺ですので、
です。で、ところがその以前に3.11.2011年の時に東日本大震災と福島原発事故の時に福島から、首都圏に避難してきた人たちがいたんですね。で、船橋でいうと行田団地、そして、東京でいうと飯田橋の教員宿との教員宿舎の、空いてたところに入ってきたんですね。で、その時に、船橋で避難してきた方をサポートすることになったんです。で、それは一本の電話から始まりました。2011年の4月の25日、これ選挙の翌日だったんですが、ちょっと市ヶ谷港に行ってまして、帰りの電車、帰りの途中に電話がかかってきまして、PTA 会長から、実は行田団地に、避難してくれる人の中に今度新興さんになる人がいると。で、当然避難してきてるから、お金もないし塾にも通ってないと、何とかしてくださいという、協力してもらえないかということで学習サポートのボランティアを立ち上げました。で、これが学習サポートの様子ですね。私自身もやりましたけど、左側が実は市ヶ谷校の学生が、手伝ってくれたりしまして、学習サポートをいたしました。で、その船橋で避難してきた子どもたちの学習サポートをして、船橋で2年間やって若干落ち着いてきたので、次は飯田橋に行きまして、飯田橋のキラキラ星ネットというところを手伝いました。このキラキラ星ネットというのはカトリックの四谷のイグナチオ教会の信木さんという人が中心になって避難者の支援をしてたんですが、原発事故の被災者の被災避難者ので、その人に市ヶ谷校で講演していただいたところ、市ヶ谷校の学生の中から、学習ボランティアを手伝いたいという子たちも生まれまして、白百合学園の隣の、シャルトル聖パウロ女子修道会というところで、2週間に1回勉強を見るということをやりました。で、これがその時の様子です。で、それから船橋でさまざまな人をサポートしたんですね。で、一人親の子もサポートしまして受験を応援しました。で、その子が、うまくその中高校も入ったし、その後看護大学にも入れたんですね。で、その入った時にちょっと推薦で受かって大学入学までに時間があると、私も助かったからボランティアできませんかということで、ボランティアをしてもらったのが左が、受かった時の様子ですね。で、右がその子自身が、福島からの被災者に対して勉強を教えている飯田橋での場面でありまして、貧困の連鎖じゃなくて支援の連鎖に切り替えることができたかなというふうに思っております。で、その中でいろんな本も書きまして、数学系の本もいっぱい書くことができましたので、 Amazon で朝倉ミキアラと検索していただくと本がいっぱい出てきますので、いいねじゃなくて注文というのを押すとはいはいとか押していくと皆さん届きますから、円とか三角形とか図形の証明とかナイチンゲルとかウイルスと遺伝子という本がありますから、押してみてください。それで船橋でも今学習サポートを作ってまして、さまざまな事情で、勉強の機会がない子がいますので学習サポートしてますし、特に母子生活支援施設というのは、DV などで母子で避難してきてる人たちが住んでる、昔でいうと母子寮なんですが、その子たちの学習サポートをしていたりします。さて、そういう中で、感じるのは、船橋の町の中でも貧困と格差が歴然とあるということですね。で、これある町のある、風景なんですが、左の写真を見ると、これ2つに分かれたか、左の写真を見ると、単なる街並みに見えるんですけど、実は左の写真の左側と右側が違いまして、左側は戸建ての家で、分譲ですから、きちんと自分でお金を、なんていうかな、分譲のお金を出せてる人ですよね。で、自転車置き場に屋根があって、子どもの自転車も屋根に入って、で、右側は賃貸の方のアパートでありまして、自転車置き場がないから、アパートの前に置いてると
そして多分部屋が狭いのかフラフープも置いてたりするということで、厳然とした格差があって、まあ、やっぱり本当は子どもの学習の出発点に格差があってはいけないので、こういうような社会を変えていく必要があるし、私もできることをしたいと思っております。で、あとその子どもに限らず住む場所の差というのがありまして、やはりアパートだとこれ雪の日なんですけど、雪の日にこう雨ざら階段がさらされてると非常に滑りやすいんですね。まあ、ポスティングなんかもするときに登ったんですけど、非常に滑りやすくて非常に危険なんです。でこの本当は階段に何て言うかな屋根をつけたりすることとかも自治体がもっと積極的にすべきだし、それからこの左側の方はプロパンなんですけど、プロパンっていうのは実は都市ガスに比べて高いので、そこら辺の補助なんかも考えていく必要があるかなというふうに考えております。でここはあるアパートの自転車置き場なんですが、アパートというのは最近、駅地下とかに、なんていうか5階建てぐらいで、オートロックで結構若い人が住む集合住宅ができたりしたりします。そこは多分防犯性とかも比較的高くて、なおかつ比較的同世代が住むと思うんですが、旧来のいわゆる 2×2 の2階建て ×2、3高架横に並んでいるようなアパートが結構船橋にありまして、そこなんかだとやはり住む層が全然違ったりするんですね。子育て世代の隣に高齢者が住んでたりします。でそれはいいことでもあるんだけど、ある町では戸建ての家なんかだと分譲時期が一緒だったりすると、ほとんど子育て世代のがいっぱい住んでまして、子育て世代同士でネットワークを作ってたりするんですね。ところがこういうアパートだと多くの単身者の中に子育て世代が一人というようなことが自転車なんかを見ると分かります。本当はその何て言うかな子育て世代同士の連携がこういうところではしにくいんじゃないかなと思いながら議会報告をお配りしてたりします。で最後に、船橋って今大きなテーマとなっている話をさせていただきます。船橋市立医療センターっていうのがあります。で医療センターというのが老朽化してるから建て替えていこうという案があるんですが、その建て替えの案が総額723億円かかるという、非常に金額もかかる上に、なおかつ今ある場所は水害が危惧されない、ハザードマップで白いエリアなんですけど、わざわざ水害危惧エリアの若干赤いエリアに移設するということで、お金の問題と水害の面で2点問題があるかなというふうに指摘しております。でその時に、もう1点があるんですけど、その築年数が若い館もありまして、5館あるんです、5館っていうか6館か、実質 C 館が2つに分かれますので6館あるんですが、6館のうち C 館の新築館と E 館は非常に新しいと、これを壊すのはもったいないんじゃないかと、 A 館と B 館を中心に変えていけばいいんじゃないかということを主張しておりまして、その意味で非常に勉強になったのが慶応大学の信濃町の現地ローリング建て替えというのがありまして、現地の2013年から2022年までの10年間で順次に建て替えるんですね。青が古い塔を壊したところで、赤が新しいものを建て替えるというところで、古い塔を壊しながら新しいものを建てて、そこに機能を集中させて、次の古い塔を壊してまた新しいものを建てていくということを4回ぐらいしまして、患者に負担をかけることなく費用も節約して慶応大学病院は建て替えを完了したんですね。でこの手法を見習って船橋でもやるべきだということをこの2年間ずっと主張してきました。その主張が私の議会報告の中にも書いてあります。ところが市長は全然その姿勢を変えずに、とにかく原案通りに強行しようとしてたんですが、災害なことにというか、入札不調になりまして、6月が少し止まりましたので、やはりこういうことを求めているところです。入札不調の理由の公開、そして工事のさらなる後退ならば、これ以上値上がりするんだったら一旦白紙撤回すると、労働者不足なら延期すると、いずれにしてもきちんと市民の意見を聞きながらいくつかの案を出した上で、
選択をすべきだということで、2025年市長選があるから、まあ、来年の6月ですから議案を合流するんじゃなくて市長選で審を通った上でやるべきだということですね。でもし医療海老川上流地区というこの水害危惧地帯をやめるんだったら、その跡地利用は市民から公募したらどうかなと思っております。ということで市民からの公募提案として、市民からいろんな案を聞くんですけど、もし医療センターを移設せず現地建て替えにするならば、そこのところに私立看護学校を私立看護大学にして、大学の看護学部に再編して寮も整備しながら作ったらどうかとか、まあ、他の学部を誘致したらどうかということを提案しようとしております。であとはその大きな議論だけじゃなくて、先ほど言ったような学習支援とか一人は支援の質疑なんかも重ねさせていただいております。であとさっきマンションの話を言いましたけど、清家愛さんという人が今度港区の新区長になりました。で、彼女はご縁があって知り合わせていただいてるんですが、港区はマンションの比率が高いこともありまして、マンションに対する施策が非常に進んでました。この、これ、EV 用、エレベーター用、防災チェアというんですけど、この中にいろいろエレベーターに閉じ込められた時 のトイレ用グッズとか、それから食料とか水とかが備えられてるんですね。だから閉じ込めがあっても大丈夫だということと、普段から実は椅子として使えるんですね。でそういうのを港区は全集合住宅に希望があれば配ってるんです。で船橋でもやるべきだなというふうに提案したんですが、これも断られまして、残念なことだと思っております。さて、こっちからお話をさせていただきますと、今ちょっと私が結果的にアパートのこととかマンションのこととかにこだわっているのは、やはり小回り用という住まいのことに取り組む運動が私の原点としてあったことが一つのきっかけかなと思っております。それで実は私人生で11回引っ越しをしてまして、11箇所に住んでるんですが、最初愛知県豊橋市の時には戸建ての普通の家に住んでたんですが、その後寮、小回り用と向こう側寮、そして、文京区でいた時に4階が文京区ですね。で船橋に来てからは2階、そして UR の行田団地も1階入りましたので、そして今マンションにいますので、実は主要な、住み方は全部経験してるんですね。でそのそれぞれの住み方を実感しながら提案させていただいてるんですが、気づいたんですけど、結局市の幹部とか、政治家の多くってあまり住まいに困ってないんですね。だいたい実感実家の大きな親の引き継ぎで実家に住んでたりしますし、だいたい戸建てが多いので、あまり住まいのことはあまり苦労してない感じがしますね。だから、まあ、私も苦労してるは苦労、まあ、でもいろんな転居をして困ったことも経験しておりますので、やっぱり住むこと、それぞれの住み方に対する多様性を体験し、それを実感から提案できるというのは小回り用から出発した私の一つの強みじゃないかなと思っております。それでちょっと戻しまして、実は、船橋市というのは、歴代市長がこういう感じなんですが、なんかね、4選が普通なんですよね。4回出るのが 4年かける4でか16年ですよね。プーチンより長いのかなと思うんですけど、まあだって安倍首相だって6年ぐらいですよね。批判された小泉さんでも5年ぐらいなのに、16年やってる人が、4人いるんですね。で今度の人ももしかしたらもう1期やるという噂がありますので、4選ってのはさすがに長すぎんじゃないかと。まあ小回り用みたいに1選しか許さないというのも一つの手だと思うんですが、せめて、2選か3選にすべきだというその、多選自粛条例を作るべきじゃないかと思います。これ港区の清家愛さんもその条例の制定を呼びかけておりますので、同様に主張していきたいと思いますし、きちんと市長は、きちんと説明すべきだというふうに思っています。いろんなことについて、海老川上流地区のさっきの医療センター移設案についても市長本人が説明してませんので、担当課に任せてますので、これは問題だと思ってまして、やっぱり自治体のトップはきちんと本人が説明すべきだと。泉さんも説明してきちんと本人が説明してきたし、
まあいろいろ議論はあるだろうけど、石丸氏も本人が YouTube で発言してきたし、やはり、自治体の長はきちんと本人が説明すべきだというふうに思ってますし、それを、いろんな SNS で発信すべきだと思ってますが、残念ながら船橋では多選もあるし、そういう発信も全然してないということで、そこを変えていきたいなと思っております。で、これが私が先日まいた中で、今日も思ったんですが、東大にいた頃は、東大で、学んで何ていうか生活することが当たり前ですのように思えていたんですね。寮で非常に快適で安くて楽しい生活をするのが当たり前だと思ってきたんですが、ある意味では税金で養われているんです。で、その教育の機会均等のためには教育はできるだけ安くする方がいいし、その意味で私の時代に学費も年に18万、寮費も月に2100円だったというのは、安かったとはいえ、それは権利だといえば権利だと思います。ただ一方で、今市議会議員として皆さん税金預かって生活させてもらっていることからすると、やはり国民の皆さんの税金で、勉強できたということは忘れちゃいけないと思ってまして、でそのことを、思い起こしながら、税金で学ばせていただいたから、その恩返しをしたいという気持ちで今活動してまして、そのことを先日ビラの中にも書かせていただいたところであります。はい、というところで、終わりにということで、前期で学生の一部をご負担いただいたことの恩返しを市民の皆様にしたいと、船橋の生のマンデリ停滞を打破するために本腰で頑張ります。ご協力をよろしくお願いします。大体ちょうど時間になったかな。多分いい時間ですね。ご清聴ありがとうございました。あとは質疑応答の中で。